こんにちは。新収読書会の宮沢です。えー、今日も、論語の雑談をしていきたいと思います。今日は、えー、学児の第一の Q ですね。えー、ご紹介していきます、えー。メンバー、サポートメンバー募集してます。190円からご登録いただけまして、えー、たくさん限定コンテンツご覧になれますんで、えー、なんか学びたい方は登録してください。 えー、あとはですね、ノートでコンテンツを販売したり、コラムを書いたりしてます。まあ、ご興味あればご覧ください。メルマガ登録も募集してます。えー、メルマガ登録していただけますと、あの、読書会にご参加いただけます。えー、じゃあ今日は論語の学児の第一の9ですね。創始曰く割りを慎みし身を追えば、民の徳厚木にキス。 創子曰く終わりを慎み、時を追えば、民の徳厚木に消す。創子っていうのは、学児の第4に出てきましたけども、孔子の晩年に、の弟子である創子、親孝行が大好きな、親孝行が大好きな弟子が語ったことです。えー、現代語訳はこれ、学術文庫、講談社学術文庫版、梶信幸先生の役ですけども、う先生の教え。 人々が父母のもにおいても祖先の祭祀においても真心を尽くすのであれば、その道徳心は優れたものになる。そう先生の教え。人々が父母のもにおいても祖先の祭祀においても真心を尽くすのであれば、その道徳心は優れたものになる。ということです。これは、あの、主語が何になるかで解釈が違うらしいんですけども、梶先生のは一般民衆ですね。一般民衆は終わりを慎むと。終わりっていうのは自然な老衰し。 えー、両親が亡くなったとき、えー、喪に服すと。涼しみってのは喪に服することですね。で、陶器を追うっていうのは、陶器っていうのは祖先の霊ですね。え、祖先の霊を、えー、ま、つると。を陶器を追うっていう意味なんですね。ということになります。で、そういうことを喪に服して祖先をきちんと祀れば、 一般民衆の道徳心というのは優れたものになると。それは民の徳は月にきすということですね。これはでも一番重要なのは真心を尽くして、喪に服し、えー、祖先を祀るということですね。これが道徳の道徳であるということですね。道徳的であるということです。で、 えっと、これ、中に書いてあるんですけど、来季っていう古典があるんですけども、そちらに、えぇ、ー、漏れし、死んでから弔いに至るまでにおいては必ず誠、必ず真誠意を尽くして真、真言動一致しなきゃいけないと。えー、これは来季の弾球状っていうのが書いてあると。で、ま、真心を尽くすと。真心を尽くすっていうのは、祖先を祀るときには、 ああ、ちゃんと再会、沐浴すると。身を清めると。塩を撒いたり、体を清めたり、肉食をしばらくやめたりするってことですね。キリスト教にもありますよね。その、なんか、復活祭の前にその、肉食を控えるみたいなね。肉食を控えると。そういう再会ですね。再会に専念するっていうのが、ああ、これ、誠と心があるってことですね。で、外に表す場合は、ええー、 あまあだから、再開をしっかりやるっていうことが、誠意を込めてやってるっていうこと、それはすべて真心によって始めなきゃいけないっていうことですね。で、カジ先生の解釈では、えー、形式ではなくて真心が大切だと。民の徳っていうのは、その、形式的にですよ。文に服して祖先を祀るだけじゃダメだと。心からやらないと、 道徳心は向上しないってことですね。だけど、あの、岩波文庫によると、えー、これ、役はですね、これ、比べていくともう、キリがないんですけどね。これ、あ指導者、世の指導者が主導だとすれば、えー、上に立つ者が親を手厚く葬り、祖先をお祭りしていれば、人民の徳もそれに感化されて厚くなるであろうっていうことですね。という解釈です。だけど、 た、か先生はこの学児に書いてあるのは人間の真心の歌だと。学ぶには真心が必要だってことですね。これが前編統一されてる学児のテーマであるんで、えー、終わりを慎み、動きを追えばっていうのは、心からやんなきゃいけないと。形式だけじゃなくて心からやんなきゃいけないってことですね。だけども、上に立つ者が親を手厚く褒めに祖先をお祭りするっていうのは、形式を形式としてやれば、それが民、一般、 の人民がの徳もそれに感化されるって言い方で、真心のことは言ってないんですね。だけど、真心が必要だっていうのはね、この学児の考え方なんじゃないかということですね。で、あの、岩波文語には来期の斎藤編っていうのが入ってるんですね。えー、孔子講師が親に仕えるには3つの方法がある。生きてる時には従順に養い、死んだ時には悲しんで喪に服し、喪が終わってから事実ごとに慎んで祭るってことですね。えー、この来期っていう本には、 を踏まえてですね、えー、孔子や宗子が考えたことは、あ親の喪に服して、遠、え、く、ー、祖先を追えば、祭れば、あ独特心が自発的に真心を込めてやれば、国民,国民というか人民の独特、えー、心は向上しますよということですね。そうすると、世が治まるということですよ。徳で治めることができるということですね。 えー、これはヨーロッパの考え方と違うんですね、道徳心がね。私は、あの、関東の道徳刑事上学言論っていう本を紹介してるんですけども、まあ、関東によれば人間には理性があって理性が何々すべしと命じてくるから、それが道徳の、あの、刑事上学的なあり方だということなんですけども、えー、まあ、理性っていうのはその認識の外側について考える能力ですね。で、認識の外側の問題って何ですかっていうと、 神と自由と魂の不死の三つしかありませんよっていうのは関東の考え方です。だけど、儒教の考え方は非常にわかりやすいんですね。とにかく自分の良心を、えー、ちゃんと亡くなったら喪に服すと。えー、日本では三会議、四十九日とか一周期とか三会議とかありますけど、一応三会議っていうのは儒教から出てる考え方なんですよ、ね。仏教の考え方じゃないわけですよ。あの、喪に服するっていう期間を、 一定期間送っては儒教、仏教が儒教に影響を受けて入ってきた、あの、慣習ですんで、慣習だって梶先生が書いてましたから儒教とは何かって本で、中高新書に入ってますけど。えー、で、あの、まあ、儒教の考え方ですから、それはその、良心を、の、模に服するってことが、その世の中を統治する上の最初の、まあ、政治、社会的安定ですね。政治的安定の最初の、 第一歩なんだって考え方なんですね。えー、そこから社会土を考えていくっていうのが儒教の考え方です。で、その次に陶器を追えばですね、祖先の霊、亡くなった祖先の霊をお祭りすると。で、祭り事っていうのはほら、日本で政治のせいとお祭りの祭るってのは同じじゃないですか。なぜかっていうと、祖先の霊を祭るっていうことから政治が始まると。日本においては、まあ、 えっと、今、上皇様は、その、生前退位されちゃいましたけども、昭和の時代生きてた人は知ってると思いますけども、昭和天皇がお亡くなりになった時、まあ、大変なことになったわけですね。まあ、もう、1ヶ月ぐらい、こう、1988年、89年の年またぎぐらいでしたっけ。何年だったっけ十九年の、89年亡くなってんのか。 だから88年から89年か。あの間にまあ、なんていうか、毎日ニュース速報で、今はね、コロナの感染者が減少しましたみたいな流れてますけども、天皇陛下が累血されたとか、体温が何度だとかね、病状が毎日ニュース速報で流れてたと。えー、ということですね。で、その自粛ムードが広がったと。まあ、模擬服するっというか、まあ、ご体調が悪いんでしょう、昭和天皇ね。 えー、みんな、慎んでしまったと。慎めてあの、祖先を祀るって意味ではなくて、えー、みんな、その、まあ、君主ですからね、一応ね。えー、君主って憲法上は、その君主っていう国民統合の象徴ですけども、まあ、全然は君主だったんで、えー、まあ、自粛ムードが広がって、本来だったら多分、模擬服する、2年ぐらい模擬服すると、やんなきゃいけないんですよ。 でもやんなかった。で、もうそれやると国民経済に大きな打撃が自粛ムードを2年も3年もやるわけにいかないわけですね。2年、3年はやんないか、2年。実はその、私はタイの王室、ね、プミポン国王が亡くなった時に、タイのニュースを NHK の BS で流れますから見てたら、1年間もう、も模服ですよ。テレビのアナウンサーが。模に服するんですね、タイはしっかり。まあ仏教国ですから。 仏教国だけどまあ、何の影響まあ、ちゃんとその、終わりを慎みっていうのは強い国なんで、もうずっと模に服するわけですね。まあ、だと、まあでも、上皇様は生前退位されたっていうのは、その、模に服されちゃうと、国民経済に大きな影響があるんで、まあ、もうそういうのをやめましょうってことですね。だんだんその皇室の人たちも、こ国民の意識に、 まあ国民意識の方に合わせてですよ。えー、もうそこまでやられてしまうと、まあますます立場がないっていうか、<laughs> あの、喪に服するとか祖先の礼を祀るとか、しっかりやってしまうと、まあそれは政教分離っていうのはありますからね。できないわけですよね。で、えー、そういう問題があるんですけども、 まあ一番何を言いたいかっていうと、ヨーロッパ社会と東洋の社会の違いですよ。ヨーロッパ社会ってのは、その、抽象的な理念のによって統治するっていう、かなり高度な哲学的行為があって、デモクラシーやってるわけですよね。デモクラシーっていうか。 ま、革命がそうですよ。ジャンジャック・ロソの社会契約論とか読み分かりませ一般意思ってあるんだと、もう神の意思とかなんとか関係なくてそ、その場にいた人たちは契約結んでんだって考え方ですね。でいつ契約結んだんだんとか、そんなもん関係ないわけですよ。もうい、生まれた時から契約結んでんだって考え方ですね。そういう抽象的なとこから政治、まあ、革命が起こって政治体制ができてますから、まあ、フランス革命以降ですよ。だけど、東洋の場合は、 やっぱり良心とか、君主とか、祖先とか、あその血のつながりとか、その目に見えるものの延長線上で道徳を考えるっていう、まあ実際の人間関係の中で道徳を追っていくっていうのは東洋社会なんですよ。まあヨーロッパにおいてはそれはその前、まあその前神とかだったんでしょうけどね。 ギリスト教的な、神の元の倫理とか道徳だったんですけども、まあそれにせばギリシャの頃はギリストなんか生まれてないですから、それはそれで別に道徳の問題があったのか。あまあニコ、ニコバコス倫理学とかに書かれてるような <laughs> 倫理の問題があったんでしょうけども。まあまあ、ういう、あのギリ,ギリシャローマンのにも徳がありますよ。徳はね、神と別の徳っていうのはあるんですけども、 えー、東洋社会においては、両親への親孝行から徳、道徳を引き出していって、それが祖先を祀るということですね。そこから、あの、国家的に、えー、ちゃんと礼節を守ると。あ、喪に服するとか、祖先を祀るっていうところから礼、礼儀の礼が出てくるわけですよ。この礼っていうのは、人間を律するもんじゃないですか。 あちゃんと、自節ごとに慎んで参るっていうのは、人間に一つの形式を与えることですよね。その形式ってのは、両親とか祖先への、喪に服するとかあ、お祭りから形式が出てきて、その形式を広く一国の政治統治の中に反映させていくと、く君主が亡くなれば喪に服し、君主がなく、あの、代々の君主の慎んで、自節ごとに祭るってことをやっていけば、あー 民の徳も厚いし、まあもちろん、統治者の指導者の、世の指導者の徳も厚いままで、特地主義が実現するという考え、考え方なんですね。こんな抽象的な話してたら、もう、ご感動し、皆さんなんか、どうでもいいって感じになってきてるのが、<laughs> 録音しててもわかるんですけども。ということになります。そういうことですね。そういうこと言ってるんですよ、ね、この。終わりを慎み、闘技を追えば、民の徳厚きに必。もう お盆にも墓参りに行かなくなって、みんなが無縁仏になって、お墓も管理せず、えー、アパートで孤独死し、えー、親戚も見とることなく、コロナのせいで家族葬、えぇ、ー、下手すると、まあ、誰もいないままお骨になって家族のもとに帰ってくるなんてことは、まあコロナが蔓延した頃ね、志村けんさんとか気の毒なことにそうなっちゃいましたけども、 えー、そういう事態もありますよね。そうなっちゃうと、これは道徳心が、まあ、喪に服することもおざなりになるし、まあ、祖先の例、コロナのせいで、お祭りとか、みんなね、秋祭りとか、花火大会とか、中心になりますよね。花火大会っていうのは、もともとなんかその、江戸時代に疫病が流行って、たくさん亡くなった人たちを慰霊するためにね、隅田川で花火上げたとか、まあ、その、慰霊のためにやってたっていう説もあるんですよ。 っていうことは、まあ、祖先の例を祭るっていうのもあ,りあるかもしれないですけど、まあ、灯籠流しとかありますよね。えー、で、日本のお祭りっていうのは、その、祖先の例を祭るっていうとこは、まあ、お盆のお盆、お盆の祭りとかね、まあ、あと、収穫を喜ぶ、収穫を喜んで神様に報告するってね、五穀豊穣のお祭りっていうのもありますけど、収穫祭っていうのも。まあ、一応その、祖先を祭るとかね、亡くなった人たちを慰霊するとか、 そういうところでできてるんですよ。でもまあコロナのせいでそういうのみんな中心になっちゃうと、これが結構形式を失っていくってことなんですよね。人間が生きていく形式。で形式だけやってればいいわけじゃないんですよ。これは大切なの真心が必要だと。真心があって形式をやっていくと。内容と形式がなければ、えー、統治っていうことはできないんですよ。政治権力の、政治的権威の実態化には内容と形式が必要なわけですね。 えー、で、それは、儒教においては、まず、親孝行、そして、親が亡くなった時は、えー、藻に服すると。えー、祖先の霊を熱く、慎んで祀ると。これが人間に形式を与えて、礼儀作法を作って、えー、人間相互の円満な関係、社会の安定、社会秩序の安定、ね、国家の繁栄につながるんだと。 という考え方だそうです。ということでした、えーき。今日は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。